水筒水筒は水などの飲料を携帯するための蛍光用の飲料用容器。かつては水道や商店、自動販売機などが現代ほど配備されていなかったために旅行や農作業だけでなく通勤や通学時などを弁当と対をなすものとして日常的に用いられてきた。また、個人用のものだけでなくシルクロードの対象が使っていたような 一つで数十リットル以上を運ぶ水袋や水樽なども水筒という場合もあるが、耐水容器であっても保存のために作られた容器や酒瓶の類蓋のできない容器などは一般的には水筒と呼ばない。古来は氷炭、氷炭や竹の筒のように自然のままで容器として使える植物は元より動物の胃袋や膀胱を利用した皮袋。 木や紙で形成した器に漆を塗布することで、耐水性を持たせた漆類、木製品、おたる類、粘土による陶芸品、陶磁器など、その地域で入手可能な様々な素材で作成されていた。珍しいものでは、ダチョウのような大型の蝶類の卵に穴を開けて、中身を吸い出し後、洗浄した殻を水筒として用いた例もある。むしろ竹や氷炭のように、 採集したままで、耐水容器となりうる都合の良い素材は稀であり、木材の接合部を蜜楼や荷皮で密閉したり、漆や柿渋などの塗装によって水漏れを防ぐなど液体を無駄なく運ぶために水筒に用いる素材に対して世界各地で数々の工夫が行われていた。アフリカ原産とされる氷炭類が栽培植物として世界各地に広まったのは、 食用としてよりも氷炭の耐水容器としての有用性が高かったからであり、同時に耐水容器に対する人々の需要がいかに強かったかを物語る一例とも考えられる。ただし氷炭は自然乾燥させただけの状態では水が少しずつ染み出るので長期間使用する加工品では柿渋や漆などの耐水塗料による目止めと腐食防止のコーティングが必要であった。 竹や氷炭では大型の水筒を作成するためには巨大な氷炭の実や非常に太い竹を品種改良によって作出する必要がある。またガラス瓶や陶器類は重い上に壊滅的な破損の危険が高いので水を失うことが生命の危険に直結するような乾燥地帯の長旅には適さない。そこで大量の水を持ち歩く必要性のあった乾燥地帯では 軽くて容量を稼げる皮袋系の水筒が主流となっていた。普通の皮、表皮で作った袋では毛穴や縫い目から水が染み出るので耐水性を持たせやすく、もともと袋としての形状を持っている胃袋や膀胱を利用して水筒を製作することが多かった。逆に日本を含む水の豊富なアジア地域では一度に大量の飲料水を持ち歩く。 必要性が少なく、竹筒や氷炭のように、コンパクトで手軽な容器が多く利用されていた。ちなみに、英語圏では水筒に対して、水瓶にや、水から、川といった表現があるのに対し、日本では、水マイナス筒と呼ぶのは、竹筒を用いるのが一般的だったからだと言われている。近代に入って、各国で都市化と水道整備が進んでからは、 最も大量に製造された水筒は個人装備の軍用品としてであり、登山などの野外スポーツで使用する水筒にも軍用品やその派生商品を利用することが普通であった時代が長く続いた。各国の軍隊ごとに様々なスタイルの水筒が用いられたが、初期にはブリキ製、後にはアルミ製の水筒が主流となり、キャンバスのカバーで覆われた。 金属製の水筒を肩や腰から下げるスタイルは、ごく一般的な兵士の装備であった。金属製の水筒は頑丈であることに加えて、緊急時は直接火にかけて、お湯を沸かすこともできるので、戦場でのサバイバル装備として適している。中には、お湯を沸かしやすいように、水平に置いた時に、夜間の形状となるように工夫された水筒や、専用カップと、 固形燃料用の燃焼台などがセットになった水筒などもあった。近年では、軍用水筒も徐々にプラスチック製品へと移行しつつあるが、長年の実績と火にかけられるというメリットを持つ金属製水筒も未だ健在である。日本では1990年代後半より自動販売機とコンビニエンスストアの拡大に伴って、全国どこでも 用意に手に入るペットボトル入りの飲料が10代から30代の若者を中心に、水筒の代替品として使用されることが増えており、製品としての水筒が使用されることは減少している。ペットボトルを携帯する際は、別売の専用ストラップに吊り下げて携帯したり、ペットボトルカバーやタオルなどに包ませて保温性、保冷性を高めて使用することがあり、ペットボトルを 水筒の代わりとして利用することを前提とした関連商品も隠し開発されている。また逆にペットボトルに馴染んだ年齢層に向けてあえて外観をペットボトルと似せた磁気飲みボトルと呼ばれる魔法瓶タイプの水筒も販売されている。これは従来の魔法瓶のように一旦カップなどに中身を移して飲むのではなく普通の水筒や ペットボトルのように直接口をつけて飲みやすいように作られていることから来た名称である。なおペットボトルを半トした時期飲みタイプの魔法瓶水筒がコールドドリンク専用となっているのは使用しているプラスチック部品の耐熱温度よりも誤って熱い飲み物を直接喉に流し込んで口腔内をやけどする危険を避けるためである。このため ホットドリンク兼用の直気型魔法瓶水筒は、口に加えるタイプの飲み口はつけずに、円から飲むマグカップタイプとしていることが普通である。いずれも、ペットボトルとサイズを共通化した水筒は、自動車用のドリンクホルダーをはじめ、前述の関連商品などの利用環境を共有できるといったメリットがある。現代の水筒は、主にアルミニウム。 ポリカーボネートをはじめとした各種の合成樹脂、ステンレス、さらにチタンなど軽くて強度のある材料で作られている。他に学校での遠足やピクニック、外出等によく用いられる保温、保冷機能を持つ魔法瓶タイプのものに関してはガラス製の二重真空構造の内瓶とプラスチック、または金属製の外装を組み合わせたものが長らく主流だったが近年では 耐久性、耐衝撃性を重視して、オールステンレス製品への移行が著しい。スポーツ医学の発展に伴って、かつての水を飲むとバテるから練習中はの、どの渇きを我慢するといった根性論によるトレーニングが廃れ、熱中症などの危険を避けるためにも、喉の渇きを覚えた際には、できるだけ、 速やかに水分を摂取して脱水症状を防ぐべきだという考え方が主流になっている。これに伴い、運動中に常に飲料を携帯する容器として、水筒の重要性が見なされるようになった。市民マラソンなどのスポーツイベントの場においては、片手に自前の水筒、スポーツボトルなどと呼ばれるを持ちながら走っている、ランナーの姿を多く見ることができる。 かつては学校の遠足やピクニック、外出などでは水筒をぶら下げながら使用する光景が一般的であったが、先述した通り主にストラップやカバーなどをつけたペットボトルに変わりつつある。また、1990年代頃より登場したプラティパスに代表されるフィルム状の柔軟な高性能プラスティックで作成された水筒は、かつての水袋や ビニール袋のイメージとは異次元のものであり、柔軟でありながら、強度も高く、滅多なことではパンクしない。しかも高温にも強く消毒などのために煮沸もできる。使用しない時には平らに潰したり折りたたんだりして、コンパクトに運ぶことがで、非常に軽量でもあるので、登山など装備の小型軽量化を重視するアウトドアスポーツでは、芝叩く間に主流となった。さらに、 これらの柔軟なプラスチックフィルムの大容量水筒を背中のバックパックの中に収め、口元まで伸びるドリンキングチューブを装着することで重い水を運ぶ負荷を軽減させ、かつ動きながらでもチューブを口に加えれば即座に水を飲めるというハイドレーションシステムへと進化しており、トレイルランニングのように長時間にわたって運動量の高いスポーツでは多く利用されている。 昨今では健康上の観点から多量の糖分が含まれているスポーツドリンクや食品添加物の入っているお茶などのペットボトル飲料を避けて水筒に自前の水やお茶を入れて持ち歩く人も増えてきいる。また、外出先で安易に飲み物を買って缶やペットボトルなどの資源を消費するのではなく昔のように自分の水筒、マイボトルに飲み物を詰めて持っていくことの意義が 再認識されつつある。日常的な水筒の利用が復元しつつあると同時に、ペットボトルの普及で、これまで日常的に水筒を利用することがなかった世代が増えているため、知識不足に伴う衛生上のトラブルも発生している。例えば、市販されているペットボトル入りのお茶に保存性を高める食品添加物が含まれていることを知らないため、 あるいはそれらが密閉して販売されていることを考慮せずにお茶は腐りにくいものだと誤解して前日から自前で作り置きしたお茶を水筒に詰めて夏場に持ち歩いてしまうことなどで食中毒のような健康上のトラブルが発生する可能性があるお茶は植物の成分を煮出した液体であり特に栄養分が豊富に含まれた麦茶などは一部の 微生物にとっては増殖に適した媒地のような環境にもなり得る。通常、お茶を作った時には同時に煮沸消毒されていることが多いために問題にならないが、これを冷やすために保存用のボトルに詰めたり、水筒に移し替えたりする際に付着した細菌は、水筒内で容易に繁殖する。特に、キャップの内部形状が複雑な魔法瓶型の水筒は、 洗浄や消毒を怠ると菌が付着しやすい。消毒されている水道水に比べて自家製のお茶やジュース等ははるかに傷みやすいものだということを理解して水筒を利用することが大切である。陸軍では巡視艦異常用と可視兵用とがあった。前者は大正元年9月制定で筒、アルミニウム。口金は白銅、口線、アルミニウム。 下部はコルク、水のみ、白銀、筒服、茶褐色厚付けより、紐などからなった。菓子兵用は明治31年10月制定で、筒は茶菓子塗りアルミニウムで、コルク口線、紐が付いた。携帯法は、機兵は右肩から左脇にかけ、その他はこの反対であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。